はい、配信台は勝者側準決勝エッジ対リッキーですね。さあ関西でおそらく最強のジジイ対メタナイトのね、はい、ですが、これはさあ内側に行かれたのをしっかり確認してそのままコンボ続ける踊り決めないと。さあここでバレルで突っ込んでダメージを取っていく18ダメージ、これはかなり痛い。さあしかしまだ決めないバレルの分に一発したということですよね。73%。さあそうですね、メタナイトはここからもう即撃墜できるようなコンボは入らないですが、こんだけ溜めてしまえばあとは普通にシャトルコークが6強戦です。撃墜がさあこれ HDD がベースに右返すか。さあ実は組み合いバックジャンプから相手の DA を確認してこの間差し返す。さあ天然ハグに受けるシングレーシャトルルーム、しかし撃墜になるという戦場でなければおそらく撃墜だったでしょう。さあ、どうしようかな、下ここで横浜と話していく。じゃないとも横浜といえばね、いくら話してもガードさえ離してガードじゃないわ、外したりしなければ大丈夫な中央だ。あーっとこれキックを出してしまって、そのままラッカーさあ、スカイキングが行きやすいしかもミストはいえ、やはり痛い。さあ、こっちで死をかけた。始まりがまあ、一人で言われてる。だいぶ近いつもりなんだけど、なるべく声張ります。さあ空中前が入ってメタナイト戻ってくる。さあ157歳、 59%。 しかしここからでもわからないのがメタナイトと空中前ヒット。さあ撃墜1本目はエッジ。さあステージはライラットクルーズ。さあ出ましたね、ライラットクルーズ。地面がまず平らではないため、平らでない上にしかも肩こきがあるので、変わったね、ネタとかもいろいろありますが、さあこのステージについていけるか。特にねステージを選ばれた側となる HPD、 坂や崖のね特殊な仕様に対する知識はあるのか。さあ逆にリッキーメタこのステージを選んだからにはきっと何らかの狙いがあると思いたいところですが、しかしまあこのステージですね、まあ対戦を見る上で一番よく起こり得てしまうのが復帰のミスですね。崖が薄い上に常に傾いているので復帰をミスしてそのまま落ちてしまうということが往々にしてあります、まあ、このゲームやってれば多分誰もが経験してますね。そういえばこのステージ昔のね、はるか昔のバージョンでは崖があまりにもおかしすぎてすぐに修正されたということがありましたね。
48%、 現時点では HGD がリードをしているが 48% 対 97% ほぼ倍。さあここでフリップ、モンキーフリップを通して投げからダメージを取っていく。さあここでアメタンに軍配が上がりますが、さあここでジャンプを組む前へ今まで一度失敗。さあジャンプを掴んでいく、モンキーフリップ出し込む位置を掴んで投げ口にしろ。さあここでリエから様子を見て惜しい。さあ植木もサトル、しかし2段目が当たらない。さあしかし 80%、そろそろメタナイトのねコンボからも撃墜が狙っていける感じでしょうか。さあバナナ引き落ちた、今日ダッシュ掴みから後ろ投げ。さあ硬い HDD、この硬さを崩せるか。おっと下京上スマッシュ、勝ったのはエッジ。